はいどうも、ミニマリストたけるです。本日は桑田さんが物を減らした理由やミニマリスト生活をしていて良かったことなどインタビューしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではまずはじめに自己紹介お願いします。はい、ミニマリスト桑田です。アラフォーで都内一人暮らししてます。マキシマリストで半年でミニマリストになって1年経ちます。週末はホテルや実家で暮らすアドレスホッパーをしています。ブログやツイッターで発信活動をしています。よろしくお願いします。はい、お願いします。で、先ほどルームツアーも撮らさせていただきまして、もうめちゃくちゃ持ち物が少なく、ざっくり130個ぐらいのもので生活しているミニマリストさんなので、まあ、どういった経緯で物を減らしたのかとか、手放して良かったものとか、まあ、実際のその実生活についてちょっと深掘りをしていきたいと思います。はい。で、早速ちょっと聞いてみたいのは、桑田さんがシンプルな暮らしを目指そうと思ったきっかけとか理由とかあれば教えてほしいです。はい、最初のきっかけはコロナの自粛で、はい、出勤日数が減って、うんうん、家にいる時間が増えたの で、うん、で何をしようかなって思った時に、そうだ片付けしようと思って、ふと降ってきたわけですか。普段は週5で働いてたのに、うん、家に入れる時間が増えたので、うん、もらった時間どうしようと思った時に、なるほど、はい、片付けようってなったわけですね。片付けしようかな。なるほど。自粛っていつぐらいですか。去年とかですか。2020年の3月とかに緊急事態宣言が出て、はいはい、ちょうど去年とかですね。去年の4月5月あたり、うんうんうん、なるほど。ってことは、じゃあ、まあそこから1年半ぐらいは経ってっていう感じで、はい、で片付けの期間とかって結構ババッと捨てた感じでしたっけ。そうですね、最初の2ヶ月ぐらいで一気に捨てて、持ち物が450ぐらいになって、ほうほう、今で減ったってことですね。シンプリストさんぐらいになれたかなっていうところで、はいはい、でそこからまた 2,3 ヶ月で200ぐらいになって、はい、まあミニマリストって言えるかなぐらいの。なるほど。で今では130ぐらいになってみたいな流れですね。はい、はいはい、ありがとうございます。なので、まあ桑田さんはまあ自粛期間で時間増えて、まあ、出勤日数も減って、お部屋をちょっと整えよう、片付けようって思ったというところで、はい、はい、ありがとうございます。ではでは続いての質問なんですけども、はい、昔どんなお部屋だったのか、どんなものが多かったのかっていかがですか。はい、もともとその親がマキシマリストで、はい、実家がすっごいもの多くて、そういった家庭で育ったんで、当然一人暮らしでも物がすごく多くて、もう家具は一通り全部揃えなきゃとか、服もすっごい多かったし、なるほど、もう本当にもう一般のベッドもあり、テーブルもあり、で、例えばキッチンだったら電子レンジとか冷蔵庫とか、いろいろそこら辺のものは全部あって、床の状態とかどうでした。足の踏み場がないぐらいの物の多さだったのか、そこら辺はシンプルだったのかみたいな。そうですね、なんか物は多いんですけど、整理整頓自体は好きだったので、一応整ってはいたっていう。とりあえず物が多い状態をいかにこう隠すかっていうところで、結構整理整頓したので、踏みはないってことはなかったんですけど、物はめちゃくちゃありました。っていうことですね。で、ちなみに先ほどのお話で、片付けして2ヶ月ぐらいで400個ぐらいのものに減らしたとおっしゃってたと思うんですけど、感覚値でもいいので、なんかもともと片付ける前って何個ぐらいのものがあったのか、400個の倍なのか3倍なのか分かんないですけど。数え、はい、まあ、数えられないですけどね。数えられないし、数えたくもないんですけどはい、はい、もう多分 2,000 とか。ああ結構ですね。すごいあったと思います。なるほどなるほど。万まではいかないかな、でも近いぐらいあった。なるほど。もう何千個っていうものがあって、もう今では本当その10分の1以下に収まってるっていうイメージですね。はい、ありがとうございます。あと聞いてみたいのは、何が一番多かったなってのはありますか、片付けながら。例えば文房具めちゃくちゃ多かったなとか、洋服度とか、数だけで言うと何が一番多かったとか。数だけだと服が一番多かったかな。ルームツアーでおっしゃってたのは300、400着ぐらい。そうですね、服すごい多かった、はい、なるほど。服も減らそうと思ったわけじゃないですか。はい、はい、でもなんか服って結構女性だとおしゃれしたいとか綺麗でいたいとかあるから、なかなか手放しにくいと思うんですけど、はい、どういった理由で服手放し始めたとかありますか。あ、やっぱりもうクローゼットパンパンだったので、でなんかおしゃれな人ほど服が少ないとか、はい、話も聞きますもんね。聞いてたの。じゃあ減らした方がおしゃれになれるのかなと思って。なるほど、減らしてみたと。はい、で徐々に減らした結果どうですか、ご自身の感覚でおしゃれになったと思いますか、昔と比べて。
て、おしゃれになったかどうかわからないんですけど、はいはいはい、でも、まあ、あの自分の気に入った服を、うん、あの着れてるので、いいですね、いいかなと思います、はい、ということで、ふわたぬさんの場合は洋服がめちゃくちゃ多かったということで、はい、ありがとうございます。では、続いての質問なんですけども、物が多かった当時、ふわたぬさんはどんな生活をしていたのかっていうのはいかがですか？うん、とにかく家事の時間がすごい多くて、掃除するにも買い物するにも時間と手間がすごいかかってました。なるほど、っていうことですね。で、平日疲れてこう帰ってきて家事やりたくないなって貯めちゃうと、もう土日はもうずっと家事をやるっていうような生活でした。大変ですからね、はいはい、ちなみにもともと家事、まあ、買い物、掃除、お料理とかは得意とか苦手、好きとかあったりとかするんですか？まあ、好きではあるんですけど、毎日毎日やることで、なんかそれで積み重ねられるものでもないので、なんかちょっと生産性っていう意味で、なんか時間がもったいないなって思うようになったっていうところですね。それでこそ今もう床の上にも何にもないじゃないですか。掃除めちゃくちゃ楽そうですよね。はい、掃除楽です、はい、もうクイックルワイパーでパパッとやる感じですか？はい。なるほど。掃除時間だともうどれぐらいに短縮できたとかってありますか？前は多分1時間以上土日に使ってかけてやってたと思うんですけど、最近は20分とかぐらいで。なるほど、はいはい、もうかなり短縮されたという感じ で、あと買い物とか、あとまあお料理系とか、はい、そういう家事とかも時短になったりとかっていう感じですかね。時短ですね、はい、あとまあ洗濯とかもね、乾燥機付けの代わりで、はいはい、その辺の家事も楽になっ て、はい、ありがとうございます。では、続いての質問なんですけども、昔物が増えてしまったなんか理由というか原因とか要因って何だと思いますか？もともと買い物大好きで、そのもう家も実家も物が多かったので、なんかそれが当たり前と思ってて、なるほど。で、結構心配性な性格っていうのもあって、子供の時とかはおもちゃを使わないのにもういっぱい持ち歩いたりとかしてるような子供だったんで、なんか不安で買っちゃったりとか、あとちょっとでもいいなと思ったりとか、安いとか思ったらもうその場ですぐ買っちゃうっていう生活をしてました。ということですね。もともと心配性でもったいない病というか、そのなんか常識とか価値観をなかなか覆すのって大変だと思うんですけど、なんかそこら辺どうしたとかってありますか？はい、そうですね、意外になくてもやっていけるんだなっていう感覚が、その自分の中で、はいはい、分かってくると、大丈夫だなって思って、なるほど、まあ、片付けながらっていう感じですかね。そうですね、ちなみに片付けていく段階で、はい、まあ、ご両親がちょっとマキシマリストってお話あったと思うんですけど、はい、なんで捨てるの、捨てるぐらいだったら、まあ、ちょうだいよとか、はい、なんかその、まあ、反発というか、はい、ご両親からの反対とかってあったりとかしましたか？めちゃめちゃあります。今もあります。あ、そうなんですね、はい、そこら辺は桑田さんはなんか説得するというかご説明とかはされるんですか？いや、もうできない。あ、もうその距離を置くみたいな感じで、はい、ちょっと試みてみたんですよ、はい、ちょっとコーヒーとか紅茶の缶とかいっぱいあったんで、ちょっと整理してあげようと思って、はいはい、整理してあげて、で賞味期限が切れてるのとか捨てといたら、褒められるかなと思ったら逆に怒られたんですよ。何で捨てるのよ、何勝手さらないでって言って怒られて、でもなんか20年以上前の紅茶茶葉とかもあるのにはい、はい、もうそれもなんか怒ってて、捨てないで勝手にって言って、こっちが整理してあげてもちょっと難しいな、うん、ちょっと逆効果というか喧嘩にもなれたらもうそこはそっとしておこうみたいな感じですね、はい、でご自身は一応そのまま、片付けはコツコツ多分進めてこられたと思うんですけど、はい、その辺も、ちょっと距離を置かれたって感じですかね、ご両親と片付けの話とかはせずとか。その一人暮らしの部屋はとりあえずそこまで両親は見ないので、はい、なるほど。たまに来た時に少ないって言いますけどはい、はい、なるほど。で、実家で片付けてた時はゴミ捨て場に置いといたら、持って帰ってきて、なるほど、捨てたはずなのにあったりとかして、はいはいはい、ちょっとびっくりですけどね。まあまあでもやっぱりそこら辺の価値観はちょっとお互い尊重して今やってるみたいなところですね。はい、はいはい、ありがとうございます。あと聞いてみたいのは、もともと心配性でもったいない病っていうことでしたけど、物を減らしてそこら辺も変わりましたか？ああ、そうだ、変わりましたかね。なんかどの段階で、それこそ最初の2ヶ月で400個になって、でもう2ヶ月で200個まで減って、今130個まで減りましたけど、どの段階でだいぶそういう物への執着ですとか、心配性というかもったいない病がなくなったかみたいなのありますか？なんか450ぐらいまでになって、
った時は逆になんか物を増やしたいみたいな衝動みたいなのがちょっとあった気がします。なんか減らしすぎたみたいなんですか。減らし、なんかここまで物が減ったんだから、うんうんうん、もっといい物を買いたいなみたいな気持ちはちょっとあって、 なんかあのミニマリストさんおすすめの物とかをなんかミーハー心で言うのかったりとか、はい、アップデートとかブラッシュアップの方ですね。はいはい、はいはいはい、実際それを実行されたんですか、その段階で。なんかちょいちょい買ってました。なるほどなるほど、はい、でそこからどう進んでいくんですか、お部屋は。そこからさらにまた減らしていって、うんうん、を繰り返して、そうですね、心配性じゃなくなったのは、うん、やっぱりミニマリストぐらいになれた頃、200個ぐらいになった時に、まあ、割と結構心に余裕が出たというか。いいですね、まあ、そこら辺がちょっと目安になったよっていうところですね。はい、ありがとうございます。ではでは、続いての質問なんですけども、実際最初物を減らそうって決意された時、片付けようと思った時に何か目標とかはありましたか。目標は、はい、昔から生活感のないすっきりとした部屋に憧れていて、ルンバが優雅にこう動いてるような床に、はい、物が何も置いてなくて、うん、はい、そういった部屋がにしたいかなみたいな、はい、ちなみに昔ってどれぐらいの時だったんですか。それこそもう本当お子さんの時からなのか、一人暮らしを始めた段階でとか。そうですね、一人暮らしを始めてこんまりさんの本とか読んで、ちょっと整理整頓に興味を持ち始めた頃からぼんやりと、物はすごい多いのにそんなことを考えて。なるほどなるほど、はい、でこんまりさんが、まあ、それこそブームになってとか、ね、書籍とかも出されたタイミングで一応片付けたりとかはされたんですか。はい、片付けはしたんですけど、はいはい、なんかそのこんまりさんの言ってる、うん、そのときめかないものは捨てましょうっていう意味をあんまり理解していなくて、なるほど、ちょっと感覚が分かんなかった。本当は多分こんまりさんの感覚ではもうそれも捨てるでしょっていうものも私はときめくのってなんか取ってたような感じで、あんまり物自体減らせてなくて、はいはいはい、なるほどなるほど、ちょっとその辺で紆余、はい、曲折しながらみたいな、はい、片付けきれてなかったかな、はい、っていうことがあったわけですね、はい、渡辺さんも、はいはい、ちなみに2ヶ月で片付けられた理由って何だったんですか。それこそ、ね、整理収納とかはもともとお得意で、一応こんまりさんの片付けとかも試しつつ、でもそんな方かって言ったらちょっと失礼ですけど、2ヶ月で一応ね元も何千あったところが400まで行けたの、なんか大きなきっかけとかないと。あ、やっぱりたけるさんの動画とか、はいはいはい、そのミニマリストっていう存在を知ってそこからあの YouTube とか見るようになって、はいはいはい、でそれを見ながら物を片付けたりして、あ、であの自粛期間中だったんで時間もあるし、はいはい、一気にこう片付けられることができたので。なるほどなるほど、もう本当ミニマリストさんの価値観に触れたりとか、はい、あ、これも捨てていいんだあれも捨てていいんだみたいな動画で真に受けてくれたら、はい、物にダイレクトに影響を受けて、はい、そこまで減らしたみたいなイメージですね。はい、ありがとうございます。はい、ではでは、続いてなんですけども、まあ、本当見ても分かるように、あとルームツアーでもね、視聴者の皆さん見てほしいんですけど、まあ、最初の目標がもう生活感のないすっきりしたお部屋で、もうルンバが優雅に動けるぐらいの空間にしたいっていう目標ありましたけど、今ではその目標は叶ったと思いますか。はあ、叶ったと思います。でもルンバがまだ、はい、そうなんですよね。ない。そう。で、何でもまあ全然掃除は楽そうですけど、その辺はどう考えてるんですか。自動掃除ロボットといいますか。なんかあの、あれを買ってる人の話を聞くと、うんうん、でもちょっとクイックルワイパーでちょっと自分でも掃除したりするっていうのを聞いて、うん、あれじゃあ結局全部やってくれるわけじゃないのかな。まあまあちょっと四隅の方とかね、多分残る部分もあるかもしれないですね。でも欲しいですね。可愛いですよね、うん、まあ動きがね、はい、ちょっとペットみたいな小動物的なのもありますからね、うんうん、まあ、ちょっと今迷い中みたいな感じですね、はい、ありがとうございます。ではでは、続いての質問なんですけども、ざっくりと今のお部屋の状態になるまで、まあ、トータルどれぐらいの期間かかったかっていうのを教えてもらってもいいですか。最初片付けようって決意してから、はい、今のこの130個になるまでの期間、大体半年、半年ぐらいね、おお、なるほど。だからもう本当2ヶ月で400まで減り、2ヶ月で200まで減り、で最後2ヶ月で130まで減ったみたいな段階で、はい、めちゃくちゃ早いですね。もう動画見ながら結構片付けたりとかしてっていう感じで、はい、ありがとうございます。ではでは、続いての質問なんですけども、一番最初片付けたものって何ですか？一番最初は、うん、あの賞味期限が切れてるものとか、まあ、傷んでるものとか、うんうんうん、汚れてるものとかそういったものから。キッチン周りですか、それとも全体？キッチン周りが多かったかな。最初やっぱそれが一番捨てやすかった。
ああなるほど。じゃあ片付けってなった時にどこが一番片付けやすいかってなった時にキッチンがいいだろうっていうところで。そうですね。その期限が切れてるものとか確実に理由が捨てる理由があるので。なるほどなるほど。はい、だからもう捨てる理由が明確なものからどん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 減らしていったみたいな感じですね。はいはい、で、まあ、キッチンじゃあキッチン周りの傷んだものとか賞味期限切れのものを手放しました。うん、次はどこってなったんですか。次は服ですね。服、先ほどおしゃれなところに行ったわけですね。なんか2番目に行った理由とかあるんですか。服取り掛かろうと思った理由。服もすごい多くてクローゼットパンパンになったんで、うん、はいはい、まず一番持ってるもの、量が多いものから、なるほど、を減らせばいいかなって、はい、おしゃれにもなりたいしというか、っていうところですね。はいはい、でキッチン終わりました。で洋服片付けました。はい、その次とかって覚えてますか。本とか、はいはい、CD とか DVD とかもいっぱい持ってたので、そこに取り掛かって、はい、なんかどういうふうに片付けたとか、どういう基準で減らした残すみたいなのあったりとかはしましたか。最初は見てないものから、うん、どんどんメルカリで売ってったんですけど、はいはい、最後は結局もう持ってなくていいよねってなって全部手放して手放してっていうところ、はい、で一部なんか教材みたいな教科書みたいな残ってみたいな感じでしたもんね、玄関。ああでもあれも最近の教材なんで、はい、ああそうなんですね。はい、でももともと持ったも全部手放したみたいな感じですか。そうですね。お、まあ、結果なくてよかったですか。後悔はないですか。なんか生活には困ってない。なるほどなるほど、ということですね。ではでは、続いての質問なんですけども、今まで多分何千個っていうものを手放してきたと思うんですけど、はい、手放してよかったもの5つ挙げるとしたら何なのかっていうのはいかがですか。やっぱり大きい家具家電系で、はいはい、テレビとソファーと、とベッドが大きいので、それがなくなったことで部屋がすごいスッキリして。なるほど。でテレビは黒い画面だったので、その部屋に黒とコードがなくなって、かなり部屋がより白くなってスッキリ。そう、なんか元々白が好きで、お部屋の雰囲気明るくしたいとおっしゃってましたもんね。はい、黒はなるべく取り除きたい。はい、テレビは元々見てはいたんですか当時。あ、もう全然見てました。あ、なるほど。だからポッピーアラジンに入れ替えたみたいな。そうです、ね。はい、でポッピーアラジン白だし、はい、はい、ちょうどいい感じでコードもなくなるしみたいなところで、はい、でプラス、まあ、大きい家具とかも減らしてっていうところで、うん、まあ、こちらのリビング9畳ぐらいあるとおっしゃられましたけど、はい、ルームツアーで、はい、なんかそのベッドあり、ソファーあり、はい、でいろいろあと、まあ、大きいテーブルとかあったってルームツアーでおっしゃいましたけど、結構埋まってた感じですか、お部屋全体が。そうですね、本当この辺ぐらいでした。あ、もう足の踏み場というか、はい、なんでヨガマットここに引いてやるっていう。逆に大きいもの減らしすぎるとなんかガランとするから、それがいいっていう人もいますけど、はい、逆に寂しいみたいな方とかもいらっしゃって、その辺どうでしたか。あ、さ寂しいとか、うん、なんかむしろ開放的になって、よかったかな。なんか声がすごい響くようになったんですよ。なんか前は物が多かったんで、はいはい、そこまで気にならなかったんですけど、そう、今ね我々ちょっとマイクつけてるから多分響くところあんまないかもしれないですけど、前、はい、僕マイク使ってない時大体ミニマスターのお宅行くと、はい、声が響いて、はい、もうちょっとマイク買ってくれみたいなコメントもあったぐらいで、まあ、それぐらい開放的になったってことですもんね。桑田さん的にはまあ良かったかなっていうところですね。はい、ありがとうございます。あとなんか、まあ、テレビ、ソファー、ベッド手放しました。あと2つ手放して良かったものありますか。あとバスマットとゴミ箱。うん、おお、はい。それはなんか手放して良かった理由はありますか。バスマットは珪藻土のマットが良くて使ってたんですけど、掃除のたびにこう毎回どける必要もあるし、あと古くなってきてヤスリとかもかけなきゃいけなくなってきて、ちょっと面倒になってきたので、はい、思い切ってなくして、はいはいはい、はい、なんかタケルさんの動画見た時に、はい、いらないですよねって話聞いてまあそうですね、いらないんだバスマットっていらないんだと思って、ちょっと頑張って手放してみたら全然いける。そうですね。で僕は浴室で足拭いて出るんですけど、はい、そんな感じでやるときに、はい、お、なるほど、まあ、結果手放してよかったと、はいはい、ゴミ箱に関してもルームツアーの前編でちょっと理由とかおっしゃってましたけど、はい、なんか手放した理由というかありますか。はい、あ、ゴミ箱は掃除がすごい大変だし、うんうん、匂いも気になってたんで、うん、で大きいし、うん、でまあ、なくてもやっていけるかなと思って一回手放してみて、うん、なるほどなるほど。で今はトイレのドアの分のところにビニール袋が1個かかってるみたいな、はい、で毎日ゴミ出してるから全然大丈夫っていう感じですね。はい、ちなみにキッチンにゴミ箱があって、まあ、このリビングとかにもなんかちっちゃいゴミ箱とかあったりとかはしたんですか。あ、前はありました。あ、なるほど。大きいキッチン用のゴミ箱と小さいリビング用のゴミ箱で2つ、はいはい、もう2つとも手放して、はい、で、まあ、ここで出たゴミとかも全部もう向こうの方に持ってってっていう感じのスタイルでやってる感じですね。はい、ありがとうございます。続いての質問なんですけども、はい、視聴者さんにもおすすめな捨てた方がいいものってありますか。ウォーターサーバー
おお、なるほど。ウォーターサーバー持ったら手放した方がいいよと。はい。なんか理由はありますか？前は、はい、便利かなと思って持ってみたんですけど、うんうん、ミニマリスト目指してちょっといらないかなって思い始めて、うんうん、手放そうかなと思ったら、うんうん、解約するには2年間経たないと解約金がかかる。あー、はいはい。でそれを待ってで、ほんと数ヶ月前に手放したんですよ。でそれまでずっと持ってて、そうですね、結構水代も電気代もかかるし、まあまあ結構大きくて圧迫感もあるので、もうとにかく手放したいっていう気持ちがすごく。なるほど。じゃあ使ってる期間とかもモヤモヤしてるみたいなイメージですね。はいはい、なるほど。それちょっとまあね、買った後手放したいってなった時もちょっとモヤモヤするのが微妙なところですね。はい、はい、っていうので、まあ、もし手放したいとかあれば、はい、そこら辺調べてっていう感じですね。はい、そうですね。はい、実際手放してみて良かったことありますか？そうですね、なくても大丈夫だなと思いました。うんうん、確かにあればあれで便利なんですよ。うんうん、打ってやれば水が出るし、ね、お湯とかもいける。お湯も出るんですよ。はい、そう、すごいいいなと思ってたんですけど、はい、まあ、自分でお湯沸かせばいいし。なるほど、なるほど。まあ、全然それでこと足りると。はい、で、まあ、もちろん月額のいくらも節約になってみたいな。良、はい、かったっていう感じですね。はい、はい、ありがとうございます。では、続いての質問なんですけども、まあ、今まで何千個っていうものを手放してきて、捨てて後悔したものとかあったりとかはしましたか？まあ、なんか小さな、うん、ああそういえばあれなかったって思い出すことはまあまああったんですけど、うん、はい、なるほど、はいはいはい、でもまあいいかなっていうような感じで、そこまで後悔するほどのものはなかった。なるほど。捨てて逆になんか買い直したものとか、あこれやっぱ捨てなきゃよかったっていうわけではないですけど、はい、まあちっちゃいものであこれやっぱあった方がいいんだっていうので買い足したものとかあったりとかはどうですか？はい、まあまあありますね。体重計とか。あ、はい、体重計おっしゃってましたね。はい、それはなんででしたっけ？まあ、最初はいらないかなと思ったんですけど、はい、うんうん、その後結構太っちゃったので、うん、やっぱり体重管理は必要かなと。なるほど、なるほど。というところで体重計は買ったというところですね。他はもうなさそうですか？そしたらあと洗濯機と冷蔵庫はまあ1回手放したんですけど、うんうんうん、は買い戻しはしました。なるほど。でもまあ後悔はしてないかなと、うんうんうん、あの古いタイプから新しいものにも変えてるので、うんうん、なるほど。まあ、1回手放したことによって、はい、その必要性というか大切さに気づいたりとか、まあ、不便さとかも実感してっていう感じですもんね。はい、はい、ありがとうございます。ではでは、続いての質問で、これから減らそうと思ってるものとか、まあ、捨てようか迷ってるものはありますか？うん、サーキュレーターが夏に買ったばっかりなんですけど、はい、はいはいはい、クローゼットのとこにあるサーキュレーターですね。はい、はい、まあでもまあなくても、うんうん、その生活する上でこう絶対必要っていうものでもないよなと思いながら持ってるので、はい、うんうんうん、なるほど、どうしようかなって検討しているところ、うん、はい、一応夏用で買ったんですもんね。夏用で扇風機代わりに買ったんですけど、はい、うんうん、まあでもあればあったでいいんですかね、ちょっとなんか迷いながら持ってます。はい、まあ、来年夏に使いたいと思うかどうかですね。きっと、まあ、冬はまあ一応ね、まあ、その暖房の対流をっていうところで使っていらっしゃると思うんですけど、メインは多分夏目的で買いましたもんね。はいはい、そこら辺でちょっと悩んでると、はい、っていう感じですかね。あと何かありますか？迷ってるものとか迷ってたもの。カーテンは、はい、あの結構ミニマリストさん持ってない方がいるの で、ね、ちょっと私も試してみようかなと思ってやってみたんですけど、昼は全然いいんですけど、開けっぱなしでも、うんうん、夜真っ暗になって、うん、でそうすると黒い画面みたいな、ま、景色というか大画面みたいになって、はいはいはい、ちょっとそれが気になってしまって結局カーテン閉めてるので、うん、でカーテン白ですもんね。はい、だから本当黒を増やしたくないがためにカーテンをしてるみたいなところで、はい、いやでも僕もその気持ちすごい分かってて、うん、あのスマホ画面でミニマリスト黒を真っ黒にする方もいらっしゃるんですけど、僕白にして、その理由が黒だとなんかエネルギーがちょっと吸い取られそうというか、はい、ちょっと気分が落ち込む色だと僕は感じてるんで、だから僕も白をなるべく多めにしてて、うんうん、そう、多分ふわたのさんもね、画面黒がちょっと嫌でみたいなところで、はい、とか遮光カーテンも白にしてっていうところですもんね。はいはい、でカーテンはもう手放せないってなったわけですもんね。そうですね、今のところは、うんうん、はい、ということでありがとうございます。はい、まあ、それぐらいですかね。あとまあなんかその冷蔵庫の脇っちょにちょっと細かいその迷ってるものとかもありましたけど、はい、なんかお守りとハンガーとしおりと、はい、あと充電ケーブルみたいな感じで、はいはい、それもなんかいつぐらいに判断しようっていうのはあるんですか？目安というか期限決めたり、もう次開けた時のタイミングで、あ、なるほど、はいはい、まあ、捨てるか残すか決めるみたいな感じで、はい、保管ボックスはもともと用意してたんですか？その片付けようってなった時から、はい、あれは前からあります。なるほど。ちなみになんか過去にその保管ボックス、はい、保留ボックスに入れてたものって何かあったりとかしますか？あ、はい、もういろいろ立ち替わり入れ替わり変わってるので、はいはいはい、いろいろなものが入って、はい、
入ってきましたけど、入っては捨てられ入っては捨てられ。なるほど。ほぼほぼ捨てることが多かったですか。あ、そうですね。あんまり戻るのない。お、逆に残ったものって何かありました。あ、残ったものあるかな。残ったものでもしおりはもう何回もあそこに入ってるんです。あ、そうなんですね。それで本を買うたびにまた戻して使って。そうかそうか、なるほどなるほど。なんかミニマリスト界隈でなんか迷ったものは捨てた方がいいよみたいな話ってあるんですけど、はい、迷ったものは結局絶対必要っていうわけではないから手放しても問題ないよみたいなのがあるんですけど、そうかも。そうそうそう、まあ、ふわたなさんの実体験にはどうだったかなと思って、はい、まあ、しおりぐらいですか、じゃあ行ったり来たりしてるのは。行ったり来たりしてるの、はい、まあ、そうですね、っていうぐらいです、しおり、まあ、あっても少数っていう感じですね。そうですね、少数ですね、ほとんどのものはということでありがとうございます、はい、ではでは、続いての質問なんですけども、物を減らすのに苦労したものってありましたか。大きな家具家電は、うん、捨てるのがやっぱり大変でした、はいはいはい、まあ、持ち運びとかその持ち運びステップみたいな感じですか、そのシール貼ってとか予約してとか、はいはい、その手間もかかるし、うんうんうん、ソファーとか冷蔵庫とか洗濯機は本当にこう捨てるのが本当辛くって、うん、心が痛みました。結構その長年使ってずっと一緒に使ってたものを手放したので、はいはい、なんかこう長年連れ添ったペットを捨てなきゃいけないっていうような感覚で、結構それでも手放したわけですもんね。それでも手放したけどすごいすごい辛かったです、ね。なんかそこから得られたなんか教訓ですとか学びってありましたか。あ、簡単には買わない、もう本当に次洗濯機冷蔵庫買うなら死ぬまで、はい、そのつもりで買ったっていうことですもん、はいはい、その辛い思いはもうしたくないみたいな、はいはい、まあ、それもすごく大事ですね、はいはい、ありがとうございます。ではでは、続いての質問なんですけども、昔の自分に片付けのアドバイスをするとしたら何て伝えてあげたいかってありますか、はい、もっと物を減らしなさい。お、なるほど。で例えばどういうふうに減らすといいよみたいな、なんかアドバイスとかもしあれば。今まではそのお片付け好きだったんですけど、結局物が多かったから片付けきれてなかったので、やっぱり片付けられるぐらいまで物を減らす。おお、なるほど。徹底して減らすのが大事っていうことですね、はい、ありがとうございます。ではでは、続いての質問なんですけども、昔物を溜め込んでいた自分に何か伝えられるとしたら何かありますか。そんなに全部いらないよ。おお、なるほど、はい、っていうことです。結果使ってなかったものが多かったみたいな、はい、そうですね。なんかもう本当に買い物大好きで、買い物行くとなんか素敵なものとか綺麗なものとか便利なものとかいろいろあって、もう全部欲しくなっちゃって全部手に入れようとしてたんですけど、でもその元々そのお店とかいろいろサービスとかっていろんな人のためにサービスが多様化してるだけであって、その中から私に合うものを選べばいいっていうだけだったんですけど、なんかもう全部が必要って思っちゃってて、なるほどなるほど、選択するっていうことがなかったっていう、はい、なかったので、もう今では結構買い物の時でも、もう自分にとって必要かどうか使うかどうかで結構取捨選択してるみたいなイメージですか。はい、お、それが変わるだけでも結構でかいですよね、はいはい、物増えないし溜め込まないしみたいなところで、そんなに全部いらないよって伝えてあげたいっていう、そうですね、ところですね、はい、ありがとうございます。では、続いての質問なんですけども、物が多かった時に感じていたストレスですとか、うん、まあ、もっとこうしておけばよかったなっていう反省とか後悔とかってあったりとかはしますか。そう、知らない間に結構ストレスが溜まってたと思います。はいはいはい、もう当時は全然ストレスにも感じてなかったけど、減らしてみて気づいたみたいな感じですか。そうですね。今はこういう部屋にいて快適なんですけど、はい、実家帰ると物が多いんで、うん、あ、なるほど、結構知らない間にストレスを感じていて、はい、で家帰ってくると、うん、自分の部屋戻るとやっぱスッキリした部屋っていいなって毎回思うので、まあ、だから視覚的にも、はい、まあ、ちょっといろいろ家事とかさっきもおっしゃられましたけど、まあ、いろんな面でちょっとストレスを感じたんだなって、まあ、ふと気づくみたいな感じですね、うん、はい、ありがとうございます。では続いての質問なんですけども、うん、昔の物が多い暮らしに戻りたいかどうかっていうのはいかがですか。あ、戻りたくない、はい、なんか理由とかはありますか。いや、やっぱりもう物が多いと、うんうん、もう掃除も、うん、家事も大変なので、なるほど、今この少ない状態をキープできてるので、はい、で満足みたいな感じですね、はいはい、ありがとうございます。では、続いての質問なんですけど、昔ご実家に住まれていて、で物が多かったと、はい、でお一人暮らしされるタイミングとか、もしくは、まあ、物減らした後とかお引越しとかってされたんですか。もうずっとこのお部屋ですか。いえ、その前はまた別の社宅に住んでて、はいはいはい、で例えばなんかお部屋決める上でなんかこだわったポイントとかってあるのかなと思いまして、はい、ここは、はい、決めてもらったんですけど、社宅なんで
うん、あ、まあ、決めてもらった物件ではあるんですけど、うんうんうん、あのバスとトイレ別で、うん、で駅から近いで職場にも近いので、うんうんうん、まあ、そういうところが気に入ってますということですね、はい。まあ、次住むとしたら白い床のところがいい。なるほど、まあ、このタイルって言ってるのか分かんないですけど、はい、これをまあなくしてもいいようにっていう感じですね。もう完全真っ白っていう感じですか？それともなんか、まあ、壁のちょっとまあベージュっぽい、ちょっとうっすら、うんうん、ね、真っ白ってわけじゃないですけど、なんかどういう感じ？いや、白がいいなと思って。あ、完全に白。僕の部屋完全に今真っ白ですけど、あんなイメージですか？はいはい、おー、なるほど。そこまでその白に憧れる理由ってやっぱ明るくしたいみたいな感じですか？そうですね、なんかこう心が落ち着くし、うん、気持ちが明るくなる。なるほど、なるほど。もう全部のアイテム白じゃないですか？もう洋服もしっかり、はい、カーテンもサーキュレーターも、まあ、冷蔵庫も真っ白で、結構いろんなアイテム白だったり、まあ、ピンクとかも好きっておっしゃいましたけど、はいはい、そこまでしてやっぱ白にしたいのはやっぱ明るくなっていきたいみたいな感じですかね？そうですね。はい、逆に昔は色はカラフルだったりとかしたって感じですか？あ、昔はピンクとか多かったですね。なるほど。じゃあピンク全体的に減らしたみたいな感じですね。一応残ってはいるけど。そうですね、ちょいちょいあるんですけど、はい、白の方がこう落ち着いてる。なるほど、なるほど。だからポイントポイントでピンクは残しつつ、はい、まあ、白に変えられるものは変えつつみたいな感じでやってこられたっていう感じですね。はい、はい、ありがとうございます。続いて、まあ、物が減って、はい、まあ、もちろんアップデートされたものもあるでしょうし、まあ、物の配置とか、うん、そのお部屋作りにおいてなんか心がけたことというかこだわりポイントってあったりとかはしますか？やっぱ統一感出すため色は白。はい、あ、なるほど。まあ、そこ超重要ですね。はい、本当重要です。なるほど。じゃあ、あとアップデートするアイテムをアップデートする際に心がけたこととか気をつけたこととかありますか？なるべくあの用途が限定されるものとかは控えるようにして、で、あの1台2役のような、はいはい、なるほど、あのポップやラジンとか照明と、はい、プロジェクターが一緒になってるとか、うん、あと乾燥機付き洗濯機とか、なるほど、そういったものを増やすようにしました。ということですね。結構ね、ポッピンアラジンとか、まあ、乾燥機付き洗濯機も、まあ、高額といえば高額ですけど、買ってよかったですか？買ってよかったです。お、費用対効果はめちゃくちゃいいというところで、はい、ありがとうございます。では続いての質問なんですけども、はい、まあ、物も減らして今めちゃくちゃお部屋すっきりしてると思うんですけども、はい、この綺麗な状態を保つために意識していることとか心がけていることがありましたらお願いします。散らかったらすぐ片付けることと、うん、毎日、うん、あの手放しルーティンの時間を決めてやっていることで、なるほど。物少ないですけど散らかるは散らかるんですね。そう何が散らかるんですか？ちなみに、はい、あの買い物とか旅行とか帰ってきた時に荷物をバッと広げた時は一瞬散らかるんですけど、うんうんうん、もうすぐ片付けるって決めてその時にやってしまうので、はい、もう後回しにあまりしないっていう感じですね。はい、はい、で手放しルーティンの時間っていうのはどれぐらいのスパンでやるとかって、はい、なんか決まり事とかルールはあったりとかしますか？私は毎日 の, あ毎日あの、歯磨きの時間に、はいはい、こう歯磨きしながら、はい、あのなんか手放すものないかなとパトロールするんですか？はい、パトロールしてぐるぐる見に回って見てて、で特にあの洗面台のとこに歯ブラシがあって、こうやってやった後に洗面台の下をこうよく開けてこう見てるんですけど、なんか無意識にあの職場でもやってて、休憩時間にこうやっててちょっと笑われました、はいはい、ああ、なるほど、っていうことですね。まあ、お部屋だけではなくてもう職場でもそういういらないもの探ししてるみたいな感じで、え、職場とかで手放してはいるんですか？なんか上司とかなんかね、職場の人からなんでそれ捨てんのみたいな、何してんのみたいにならないですか？反応は一応自分に関するものはコンパクトにして、はい、棚をすっきりさせたりとかしてます。なるほど、なるほど。え、他の方の、まあ、作業デスクというか、あ、それはそうなんで、はい、しないっていう、はいはい、もう桑田さんの、まあ、はい、持ち物だけすっきりしてるみたいな感じですか？あ、でもなんかちょっと周りでもうこれあんま使ってないよねっていうものがあったら、うん、まあ、相談してこれ捨てていいですかって聞いて、はい、すっきりさせてます。職場環境も整えているというところで、ちなみに、まあ、歯磨きって、はい、まあ、まあ朝とか夜とかやられると思うんですけど、はいはい、まあ、1日2回とかですか？1日1回だけやるみたいなイメージですか？そうですね、なんか気が向いたら、あの、あ、なるほど、朝はでも必ずあの手放しルーティンで、はい、っていうことですね。夜も、まあ、たまにあの洗面台の下開けとか、もう130個までいったらそんなもう毎日やらなくてもって思っちゃったりとかしますけど、それでも一応もう方法は毎日やるんですね。そうですね。なるほど。それは何でですか？なんかやっぱ
ぱ減らせるものないか探した方がいいみたいな。なんかもう癖になっちゃって。ああ、なるほど。もう日常になってるわけですね。はい。はい、ありがとうございます。ではでは、続いての質問は、今のお部屋でご友人ですとか、ご親戚の方ですとか、遊びに来た時の、反応とか印象はどうだったのかなっていうのはいかがですか？友達はすっきりした部屋だねとか、はいはいはい、ルンバが優雅に動いてそうだねとかはいはい、はい、私も物少ないけどここまでじゃないよとか言ってくれて、はいはいはい、で親は引っ越しでもするのって、なるほど、で社宅なので、ひょっとして仕事辞めるのって本気で心配されてまあ心配の方が勝るみたいな感じですねご両親は、はい、なるほどなるほど。でもお友達がすごい好印象なのが良かったですね。そうですね、はい、お友達来た時になんかもてなすものないですけど、それは全然大丈夫でしたか、お友達とかは。ああ、そうですね、はい、コロナになってから人が来てない。ああ、なるほど。そうか、だからそういった意味でもまあ良かったのかなっていうところですね。はい、はい、ちなみにもし仮に、コロナ落ちて来るってなった時どうするんですか、渡辺さんは。そしたら、はい、毛布を引いて一緒に座るか、あそこの狭いですけど、ソファ一緒並んで座るか。なるほどなるほど。何をして楽しむのかなってありますか。ああ、でもポップインアラジンがあるから、なんか映画見たりとかお話ししたりとか、はいはい、ということですね。ではでは、続いての質問なんですけども、いろいろアップデートされてきたものが多分あると思うので、はい、あと残したものとかもかなり厳選してお気に入りのものだと思うので、なんかおすすめしたいお気に入りアイテムってあったりとかはしますか。やっぱり乾燥機付き洗濯機、はい、がそれは理由としては、あ、もう本当に洗濯がもうボタン一つで完了で、すごい楽になったの で、はい、それが一番でかいと、はい、夜寝てる間にかけて、朝起きるともう、乾燥して乾燥してできてるので、そうですね、はい、本当に楽になる。いいですね。もう寝て起きたらもう、ね、乾燥されてるか、はい、あとは取り込むだけみたいな感じですもんね、はいはい、あともう一個あるそうで、ポップインアラジン、はい、ですね、上にあるやつ、はい、これなんで買ってよかったとかありますか。やっぱり大画面の迫力がすごくて、お家の中でもう本当毎日映画館、気分で、なるほどなるほど、はい、映画を好きっておっしゃってましたもん。はい、映画が好きなんで本当最高です、ね、いいですね。でしかももう壁面積もめっちゃ広くなったとおっしゃってたじゃないですか。そうですね、もともとなんか大きい家具とかあって埋まってたけど、はい、そうそう、壁が広いからもう大画面で見れるっていうところで、もう費用対効果も抜群に高いっていう、はい、はい、ありがとうございます、はい、ではでは続いてなんですけど、あんまりもう物買うことはなくなりましたか。物欲的にはどうですか。いやー、でもそうでもないですね。そこそこ結構割と、あ、なるほど。例えばじゃあアイテム選びとか買い物に行くときに、はい、なんか意識してることとかありますか、アイテム選び買い物のとき。買うものって大体もうこういうものって決まってるので、それがないかなって探しに行く感じです。なるほど。もう完全に目的が明確化して、はい、限られたものを選択肢もだいぶ狭めていくみたいな、はい、逆に前は何か必要なものないかなみたいな、そうですね、もう限りない無限のもの選択肢の中から探してたみたいな感じですね、はいはい、何か素敵なものはないかなって探しに行って素敵だとちょっとでも思ったら買う、っていうことですね、はい、だから昔結構ものが増えたみたいな感じですね、はい、はい、ありがとうございます。ではでは最後の質問で、はい、より少ない暮らしで良かったことを教えていただけたらと思います、物が多いとどうしても気持ちが散漫になってしまって、物一つ一つをなんか大切に扱えてなかったなって、はい、で今はもう物をかなり数絞ったので、その一つ一つのものとちゃんと向き合えてるっていう感じがすごいあって、なんかその物をこうちゃんと把握して管理できてるっていうのが、なんか自分自身の生活自体をコントロールできている感覚になってて、すごくこういいなって幸せを感じてます。いいですね。ちゃんとなんか持ち物を管理できてる感覚だったりとか、結構その500個とか何千個ってなるともう管理しきれないですもんね、そうそうそう、だからそういうものが少ない中での生活すごく楽しくて幸せっていうところで、はい、ありがとうございます、はい、ではでは僕からの質問は以上になりまして、最後まとめとして、なんか視聴者さんにお伝えしたいこととかございますか。ミニマリストになると、なんか幸せになるって、聞いてて、はい、で昔は自分はそんな物を減らしただけで、そんな幸せになれるのちょっと大げさじゃない、半信半疑、はい、思ってたんですけど、減らし始めた時期も、だけど今はもうここまで物を減らしたことで、本当にこう自分の生活をコントロールできているっていう感覚がすごい、幸せを感じられるので、はい、なのですごく、やってよかったなって思うし、ミニマリストになってよかったなって、なるほど、はい、思えるので、
はい、なんかこうちょっと物減らしてみたいなとか、うん、今ちょっと人生でちょっと行き詰まってるなって思う方がいたら、うん、ぜひ物を減らしていただきたいなと。そうですね、もしかしたら今半信半疑の方とかを見てらっしゃるかもしれないから、はい、まあ、僕もそうだったんですけど、まあ、ふわたのさんもそうで、でも捨ててよかったってことですもんね、結果的に、はいはい、ぜひこの動画をきっかけに手放せてほしいなと思います、はい、ということで今回の動画は以上になりまして、はい、ぜひ皆さんも何か共感した部分とか参考になった部分がありましたら今日から実践してほしいなと思います。ということで本日もありがとうございました。ありがとうございました。